国会は大韓民国の立法府、一院制議会、一院制、解散はない。国会法で在籍議員が200人に満たない場合、解散し総選挙を行う場合がある。第二共和国時代は二院制を採用し、民議員と参議院が設置されていた。院内交渉団体は、日本の国会における院内会派に相当し、20名以上の国会議員を有する政党。 または他の交渉団体に属しない20人以上の国会議員で構成される。本会議における発言時間や発言人数、各常任委員会や特別委員会の委員などは、院内交渉団体の人数比率を基準に決定されている。直近の第20代総選挙において20議席以上を獲得したともに、民主党、セヌギ党と国民の党の3党が、 第20代国会における院内交渉団体の資格を有していたが、ボククネ大統領弾外訴追が国会で可決された際に増反した、セヌリ党の非主流派議員30名が2016年12月27日に離党と新党結成を表明、同日に院内交渉団体、改革保守新党の登録を行った。これにより院内交渉団体は4つとなった。その後、 国民の党は、正しい政党と統合して、正しい未来党を結成。国民の党内で統合に反対する人たちが結成した民主平和党は、正義党と共同院内交渉団体、平和と正義の議員の会を結成した。議長は、在籍議員による無記名投票で過半数の票を得て選出される。なお、任期は2年である。議長は、国会法。 第20条の2第1項の規定で無党籍でなければならないことが定められており、党籍を有している場合は党から離脱することが求められている。なお再任についての制限は特に定められていない。副議長については、二人を議長と同様に在籍議員による無記名投票で選出される。なお慣例として、副議長はそれぞれ与党と野党から一人ずつ選出することとなっている。 1948年から国会は金を象徴化した絵の中に国を入れた気象を使ってきたが国家重要機関がハングルを捨てて漢字を気象として使うのは不適切だという批判とともに円が文字に見えなくて国をあるに間違える場合もあるという批判があった2014年にデザインを変更した際漢字に変わってハングルでを入れて使っているありがとうございます